南波駅。南波駅は、大阪府大阪市中央区、何和区にまたがる、南海電気鉄道、南海電鉄、南海の駅。大阪市の繁華街の一つ、南の玄関口となる、ターミナル駅。御堂筋の南端付近にある。駅名は、大阪城下の南波新地及び、西成郡南波村に由来するが、南波という漢字では、何和とも読めるため、駅構内や、 社内の案内表示、南海電鉄ホームページの駅紹介では、南波駅と平名表記で統一されている。南波新地、現、中央区南波の南端に、南海南波駅、ほぼ中央に、大阪南波駅及び地下鉄千日前線ホーム、両者を結ぶように地下鉄未動筋線ホームが位置し、南波入り堀川、現、阪神高速1号環状線北行きを挟んで、 西側に地下鉄四つ橋線ホーム、さらに西側に JR 南波駅が位置する。線路名称上では、当駅を通る南海の路線は、南海本線、当駅が起点である。詳細は、各路線の記事を呼び、鉄道路線の名称などを参照。南波駅は、南海の大阪側のターミナルである。元来は、南海本線単独の駅であるが、複々線化により、 高野線列車も発着する。大阪都心部と、和歌山市、関西国際空港、泉州方面、南海本線沿線や高山方面、高野線沿線及び泉北ニュータウン方面、高野線と直通運転を行う、泉北高速鉄道沿線と大阪都心部の往来に使われている。大阪市高速電気軌道の地下鉄各線などとの乗り換えも容易で、大阪駅、 梅田駅や天王寺駅などと並ぶ大阪の主要ターミナル駅の一つである。以下の駅、路線とは地下道などを通って乗り換えが可能である。串型ホーム9面8線が3階に設置されている高架駅、規模は阪急梅田駅に次いで私鉄ターミナルでは日本第2位。案内表示、駅名表などは南倍期とひらがな表示に統一されているが、正式表記は 漢字の南馬駅であり、乗車券類などに表記されている。なお、当駅には南海本線の起点を示すレーキロポストが設置されている。駅正面に百貨店の高島や大阪店、南海ビルディングがあり、駅上にスイスホテル南海大阪がそびえ立っている。1階北出口方面から3階北改札口までの間は大階段で直通しており、 その左右に4台のエスカレーター、上り2台、下り2台が配置されている。他に2階に中央改札口と南改札口がある。中央改札口と南改札口のラッチ、改札内コンコースはホームを通ることなく連絡通路で行き来することも可能である。1990年代半ばには3階北、改札口ラッチ外西側、エレベーターと 立ち食いそば店の間上部に3色 LED 式の大型案内板7が設置され、沿線情報や新聞ニュース占いなどが表示されていたとがあったが、ドット抜けなどの故障が目立つようになり、数年で撤去された。ホームは9番乗り場まであり、1から4番乗り場に高野線の列車が、5から9番乗り場に南海本線の列車が発着する。基本的に番乗り場には、 南海本線、空港線の空港特急、ラピートが発着する。8番乗り場と9番乗り場は同じ線路を共有しており、列車種別によって使用ホームを使い分けている。なお、9番乗り場は8番乗り場の校舎ホームでもあり、関西国際空港の開港以来、現在の形となった。そのため、ラピート以外にも9番乗り場に到着する列車が設定されている。 行き先案内表示器は、この9番乗り場が整備されるまでは、ブラウン管、モタ式、先発などの発順表示部分は、アンドン式が用いられ、その後は、フラップ LED 併用式のものが20年以上、使用された。なお、この行き先案内表示器は2016年2月から、順次、4カ国語、日本語、英語、中国語、韓国語表示に対応した。 LCD 意識に交換された。また、9番乗り場への通路の途中には、中間改札ブースがあり、ラピートへの乗車には、必ずここを通ることになる。2階中央改札口中の3階9番ホームへの、エスカレーターの乗降口付近にも、中間改めブースがある。ラピート運転開始当初はここでも、乗車券、特急券のチェックが行われていたが、2000年代以降は、 車掌が常に特急券の発見状況をリアルタイムで把握するようになった。発見査定内座席に着席している者がいれば、その都度車内で車掌が検察する方式ため改札はしなくなったが、係員はそのまま配置されている。南海の特急は、全車座席指定のラピート、荒野、林間、千部ライナーと座席指定者に加えて自由席車も連結したサザンがあり、 指定席への乗車には特急券、座席指定券が用になる。改札口には特急券発売窓口があるが、ホームやコンコースには発売窓口がないため、代わりに特急券自動券売機が設置されている。ただし、自動券売機では直近の列車のみの発売であり、かつ発車20分前からの発売となっている。その時点で満席の時は発売されない。 トイレは改札内に4箇所、北改札口東西2箇所、中央改札口コンコース内1箇所、南改札口コンコース内1箇所ある。かつては、北口改札外、中央口改札外、中央口改札内東側にもあったが、後日のリニューアル工事に伴って2008年、平成20年2月2009年、平成21年1月2009年、 平成21年9月にそれぞれ閉鎖され、跡地は改札外2カ所については店舗スペースに、改札内は業務用スペースに転用された。なお、コリント様式の駅ビルである南海ビルディングは、鉄道省初代建築課長でもあった建築家の久野武が設立した久野建築事務所の設計によるもので、1933年、昭和8年に竣工。 区の建築事務所が設計した昭和初期を代表する大型近代建築の一つに数えられる。当駅は駅長が配置され、当駅のみの単駅管理である。第2回近畿の駅百戦選,選定駅である。2007年、平成19年5月14日に南海電気鉄道は、総投資額は約150億円に上る南海南ンバ駅周辺の再生計画を発表し、 同年10月より、約21億3、0円を投入し、窓口、切符売り場の集約、トイレなどの施設の充実化を進めてきた。また、隣接地への高島屋の手間新設、南海ビルディングの外装タイルの補修、高島屋、南場シティ、南波パークスに接続する通路の新設、移設、耐震補強などの工事が行われ、2009年、 平成21年9月17日には南海ビルディング高島屋の外装リニューアルが完成した。同時に南場シティ北川のロケット広場の高さ33メートルのロケットのレプリカを撤去し、高さ30メートル、広さ1200平方メートルの室内吹き抜け空間を設け、関西国際空港と直結する大阪の玄関口に封鎖し、南場ガレギュアとして整備し、 2009年、平成21年10月16日に完成した。また、ホーム会においても、細部の改良が行われ、耐震補強、案内、サイン、ユニバーサルデザインのピクトグラム、中国語、韓国語対応の更新、LED 照明の導入なども行われた。南海ビルディング上部の南馬ガレリア側には、英文で駅の開設、1885年、南海ビルディングの竣工。 1932年、リニューアル工事、2009年の各年が刻まれている。なお、高島屋が、増章部分を含め、新本館として一体的な運営をするための、全館改装を行い、2011年、平成23年3月3日に同店が、グランドオープンしたのに続き、南ンシティを含めた南海南ン駅のリニューアルが、同年4月26日に完成した。 南海電気鉄道は2011年、平成23年2月に、今宮恵比寿駅北側の近接地に、南海電鉄の新本社、コンサートホール、大阪府立大学のキャンパスを合わせ持つ、再開発ビルを建設し、南海電鉄本社が入居した、南海海間ビル、愛称南バス海洋超高層ビルに改築する、計画、2018年度完成予定であることを発表し、 2013年2月に南海電鉄本社は再開発ビルの南海マン第一ビルへ移転した。大和田武木作詞の鉄道昇華第5集、関西三宮、南海編1900年明治33連作詞64番の歌詞にて当駅が歌われており、鉄道昇華で最後に登場する駅である。第一集の最初の駅である新橋駅が 始発駅とすれば、当駅は終着駅ということになる。2017年、平成29年度の1日平均乗降人員は25万4696人、乗車人員12万9811人、降車人員12万4885人である。同社の駅100駅では第1位である。は日平均乗降人員が万人を、 超えていたが、御堂筋線の中本駅延伸、1987年、堺井筋線の天下茶屋駅延伸、1993年、関西国際空港開港、1994年、以降における、阪和線の大阪環状直通運転の増加、明石海峡大橋開業、1998年による、南海フェリーの需要の低下などの影響から、 2002年度には30万人を割れるに至った。阪神南馬線の大阪南馬駅延伸2009年以降は25万人前後で下げ止まりの傾向にある。各年度の1日乗車、乗降人員数は下表の通り、駅周辺は南の中核をなし、大阪市北部の北、梅田と並ぶ市内有数の繁華街を形成している。 大阪シティバスの南波停留所がある。バス乗り場は、新歌舞伎座西側の阪神高速1号、環状線高架下,下にある1から4番乗り場と、御堂筋南端の高島山前にある5.6番乗り場の2カ所にあり、両方を合わせて南波バスターミナルとしている。平成エンタープライズ及び平成コミュニティバスが使用。一営総合ビルの5階に、待合室を設置。 出発時刻とは別に定められた集合時間にバス停まで誘導する形をとっている。南波パークスパークスター向かいにある港町リバープレイス南波ハッチ前高島山へ乗り場から発車する。停留署名は大阪市営バスと同様南波である。なお、休日大型連休、盆期間中年末年始は運休となる奈良交通は 土曜日も運休。一営総合ビル前に、南波停留所がある。5、おさむき。